どうも、エナ福田です。今回は昔流行ったチューブワームを使った猫そぎくんというリグのセッティングと実際の使い方を紹介していきたいと思います。今この釣りをしている人はおそらくほぼいないんで、もしかしたら一人だけこっそり爆調することが可能かもしれない。まあ、そんなリグになります。簡単にこの猫そぎくんというリグの説明をすると、今はハイドアップというメーカーの代表の吉田秀夫さんが考案されたチューブワームに専用のジグヘッドをセットしたリグが猫そぎくんになります。でその当時は ちょっと今用意できてないんですけど吉田さんがエバーグリーンで契約されてたんでエバーグリーンのギガベイトシリーズの中でリアクションチューブっていうものを販売されててそれ専用にリアクションチューブヘッドライデンとなってますライデンリアクションチューブヘッドスーパーシークレット ライトリーグが常識だったスモールチューブの釣りが変わる小さくても速いその動きは CC ベイトのスローな釣りをスピーディーで攻撃的なものへと一変させる根こそぎくんの異名は伊達ではなく擦り切ったと思えるスポットから次々とバスを引き出すその威力は絶大ミニチューブはもちろん専用設計されたリアクションチューブにベストマッチとのことですで重さとフックサイズになってますでは実際にどんな感じにセットするのかやっていきたいと思います 今回ちょっっととと代用としててチチーームダイの TD バブルチューブルュここれ使いいいきたいと思まますす、はい、中身はこんなな感じになります専用シンカーがこんな形になってるんでこれをチューブをひっくり返して穴の方からゆっくりと入れていきます。で入れる時なんですけどチューブにワームオイルがついてたらそのまま入れやすいっていうところとこのヘッドに藍がついてるんで入れる時にこのまま入れちゃうと藍でチューブが削れてしまう。 ていうことになるんで最初入れる時がちょっとコツがいりまして、はい、頭をセットします I の位置まででここからちょっとチューブワームを上に持ち上げて I を入れてあげます持ち上げて I をでこの時あんま上げすぎたらチューブちぎれるんで、はい、こんな感じで I がここですね I が入りましたこの状態からあんま強くやるとまたちぎれて出てくるんでこの状態でズルズルと入れていきます慎重に破れないように はいで、I の位置がここでですねしっかり最後まで入れましたこれでジグヘッドを少し後ろの方に寄せて頭にちょっと空洞があるようにするとこれで根がかり回避力が上がるはずでした違うかもしれないですけどで今回はその基本の使い方しっかり奥まで入れ込んではい、隙間ないですねで針が今針がちょっと引っかかってる状態なんでちょっとチューブをうまいこと 引っ張りなながらら針を何ですか、ね、ベストな位置から出すこんな感じで出してワームがワームがちょっとずれてるんでそこは少し押して調整してあげますはいこんな感じですねちょっと入れた後に少しフックを後ろにやって前がちぎれてるんですけどこれでベストな位置になりましたであとはアイの位置ですねこれは上から爪でゴリゴリとこすって出してくる、はい、こんな感じになりますセッティング自体はこれで完了ですでこれはベイトタックルを使ったセッティングになるんですけど もしスピニングでやる場合はもう一つ小さいチューブワームに 35g ぐらいのジグエットがちょうど良かったと思いますで重さなんですけど今使われてるスピニングロットでしっかりとトントンとシェイクできる重さですね、まあ、それに合わせて 35g 選んでくださいはいということで次は使い方やっていきますまあこれは下の方に落としましてホールは速いな こう沈むねそしてバックラッシュした。はい。がっつり、がっつりとしたバックラッシュになってた。で、ワームをボトムまで落として、トントンって、トントン、落とす。トントン、落とす。トントン、落とす。トントン まあこれで釣っていきましょうこれねウィードが生えてくると、まあ、ガードないんでちょっとしんどくなるんですけどがっつり生えるまではうんいけると思うんでこれで足元を狙いですね、まあ、ちょっと前に結構釣れたあのパターンでやっていきたいと思いますびっくりした根掛かりやった根掛かってもなんかごちゃごちゃした中に入ってワーム自体は前後するん,ん上下するんでその状態でこうちょこちょこ上下さしてたら 多分こううのの穴の中に入ってるような感じだから上下刺してたらどっかでポロッと取れるんでまあまあ根掛か,かりはしやすいかもしらんけど硬いものに入っても取りやすいかなと思います。